ウルグアイ文学では、ウルグアイ東方共和国の文学について述べる、ウルグアイ固有の文学と呼びうるものが成立したのは、連邦同盟の軍人だったバルトロメイダルゴの伝言師、愛国的な対話からである。イダルゴはそれまで素やな貧民として扱われていた、ガウチョを古いヨーロッパの克服を目指す独立戦争の主体として描き、ガウチョ文学を創始した。イダルゴによって、イスパのアメリカの死は、 ヨーロッパとは異なる方向に向かった。ロマン主義の時代は、アドルフォ・ベロとフアン・ソリージャで、サン・マルティンの二人によって導かれた。アレハンドロ・マガリニオス・セルバンテスは、小説、カラムルで、白人男性とインディオ女性の婚姻を描き、インディオ文学に名を残した。ホセ・エンリケロとアリエルで、アメリカ合衆国の物質文明と対地されるべき、ラテンアメリカの精神文明を商用した。 ニカラグアのルベンダリーオによって輪郭を与えられた19世紀末のモデルニスモ文学の影響はウルグアイにも及んだ。山上の法越で知られるフリオエレーラ・イレーシングはモデルニスモ氏の巨匠の一人であり、全ラテンアメリカで最も偉大な詩人の一人であった。モデルニスモ三文においてもウルグアイは多くの人物を生み出した。ウルグアイのモデルニスモ三文には自然主義に傾倒し、 ガウチョをテーマにしたエドアルド・アセベド、ディアス、写実主義的にありのままの落ちぶれたガウチョを描いた、ハビエル・デビアナ、カルロス・レーレス、上流階級の人と同じぐらいの大変な人気と、趣に富んだ作者として、大きな影響を与え、モデルニスモを新境地へ押し上げたオラシオ・キロガーなどの名が、挙げられるが、特に活躍したのは、ホセ・エンリケ・ロドウだった。ロドーは、ウィリアム・シェイクスピアの、 テンペストから着想を得た軍は、アリエルで、キャリバンに象徴された、物質主義的なアメリカ合衆国文明に対し、アリエルに象徴された、精神主義的なラテンアメリカ文明を退治した。ド道のアリエル主義は芝叩く間に、ラテンアメリカの青年層の支持を集めた。彼らは、ラテンアメリカフィクション3文の第一世代となった。その後、後期モデルニスモにおいては、不穴で威張ろうと、 デルミラ・アグスティーニの二人の女性によって、ウルグアイ文学は牽引され、イバルブールは全くその時代のイスパのアメリカの上官を詩的な方向に規定し、大変な人気を誇った。エミリオ・フルゴーニとエミリオ・オリベは作詞家として有名だった。エドアルド・ガレアーノ、著作の、収奪された第一ラテンアメリカ500年は、現在も強い影響を与えている。 三文とフィクションの分野で結出した人物としては、エンリケ・アモリム、フワン・カルロス・オネッティ、カルロス・マルティネス・モーレーノ、マリオ・ベネデッティ、ホル・ヘマ・フード、フェリス・ベルト・エルナンデスらの名が挙げられる。オネッティは、井戸以来絶望的な日々を描き、1980年にセルバンテス賞を受賞した。エドゥアルド・ガレアーノは、ノンフィクションや歴史エッセイを表し、収奪された第一ラテンアメリカ500年は、 ラテンアメリカ諸国で古典的な歴史書となったコンスタンシオシー・ビヒルは大変道徳的な子供向けの作品によって愛された作家だったフローレンシオ・サンチェスはウルグアイで最も有名な劇作家となっているありがとうございます